VHS、VHS、ビデオホームシステム、ビデオホームシステムは、日本ビクター、現、JVC ケンウッドが1976年、昭和51年に開発した、家庭用ビデオ企画で、同社の登録商標、日本外1399,408号他、である。当初は、記録方式を表現した、バーティコルヘリカルスキャン。 バーチカルヘリカルスキャンの略称だったが、後にビデオホームシステムの略称として再定義された。VHS の特徴として、ビデオの規格を原則として変えないことがあり、発売当初録画されたテープは現在流通している。最新機種でも再生できる。テープは幅が1、2インチのカセットタイプで、標準録画時間が2時間だった。この形は現在では当たり前となったが、 開発当時の VTR にはテープのリールが一つだけのカートリッジタイプがあったりテープ幅やカセットのサイズも様々だったりと互換性のない規格が氾濫していた。技術の進歩によりテープの長尺化が進んだ結果 DF480 を利用した時の現在は240分が最長となった。また規格の範囲を大きく逸脱しない形での改良を続けており HQ や h ファイオーディオ対応、ビデオカメラ規格の VHS-C、水平解像度400本以上の高画質機種 S、VHS とそのビデオカメラ規格 S、VHS-C、衛星放送などの PCM デジタルオーディオを、劣化なく記録出る SVHS-DA、デジタルオーディオ、アナログハイビジョン対応の W、VHS、デジタル放送対応の DVHS など幅広く、 展開している。すべての規格において VHS テープの再生は基本的には対応している。なお、SVHS の登場後は従来の VHS を識別のためノーマル VHS またはコンベンショナル VHS と呼ぶ場合がある。なお、上位規格であるデジタル記録の DVHS では地上デジタル放送、BS デタル放送、 CS デジタル放送などの無劣化記録が可能となっている。ベータ、8mm、LD、VHD など様々なメディアとの競争の結果、家庭用ビデオ方式としてデファクトスタンダードとなった。特に DVD ビデオの普及以前は、単にビデオといえば通常は VHS のことを指すものであり、関連企業も商品説明等で VHS の意で、 ビデオという単語を用いていたビデオ版と DVD 版の内容はどうですという表記や VHS デッキを指してビデオデッキと称するなど VHS のハードの普及台数は全世界で約9億台以上テープに至っては推定300億巻以上と言われているこのことを称え VHS 企画発表から30周年の2006年 平成18年には IEE によって VHS の発が電気電子技術分野の発展に貢献した歴史的業績として IEE マイルストーンに認定された。1956年昭和31年に開発されたアンペックス社の巨大な業務用2インチ VTR を始まりとして NTSC 方式をそのまま録画可能な回転に ヘッドヘリカルスキャン方式の開発以降、各社は比較的コンパクトなオープンリール式の VTR を発売する方式はバラバラ。松下電気産業、日本ビクターソニーの3社は家庭用も見据え、テープがカセットに収められたビデオレコーダー、VCR の統一規格、ユーマチックに合意。発売したが高価なこともあり、オープンリーール式と同様に企業の研修用と、 教育機関、旅館、ホテルの館内有料放送などが主な販売先だった。本格的に普及する家庭用 VTR 機器を狙い、ソニーが各社に企画統一を呼びかけ、先行して開発、発売されたベータマックスがユーマチックの小型化を目指して開発された経緯から、録画時間の延長よ、カセットの小型化を優先し、最長60分の録画時間で、 有機核と同等の操作性を確保すべく開発されたが、ビクターは民生用途としての実用性を重視し、カセットが若干大きくなることを承知で、録画時を最長120分として基本規格を開発。また、メカ構造も有機核にとらわれず、より量産化に適した構造を目指し、家庭用 VTR というコンセプトを明確にして開発、発売された。 先に発表、発売されたのは、ソニーのベータマックス、1号機、SL-6300 で1975年、昭和50年4月16日に発表、同年5月10日に発売。1976年、昭和51年10月31日に、日本ビクターが、VHS 第1号ビデオデッキ、シナ版、HR-3300 を発売。 当時の金額で定価25万6千円。留守番録画のできる時計内蔵の専用取付式タイマーは別売1万円で VHS の録画テープも当初は120分が6千円となっていた。また、シャープ、三菱電機も当初は日本ビクターの第1号機を OEM で売りしていた。ビクターは親会社の松下電機産業、現、 パナソニックに VHS 方式への参加を要請したが、1973年、昭和48年にオートビジョン方式の家庭用 VTR 機器を発売したが失敗したこと、1974年、昭和49年から1975年、昭和50年に子会社の松下受電子工業、現、PHC が開発した VX 方式のデッキを販売していたこと、 さらにベータ方式を支持する社内意見もあるなど、いくつかの要因が重なった、社内事情により松下の態度は不鮮明であった。そこで、後に VHS の父と呼ばれる高野沈友が松下幸之助に直起訴。1976年、昭和51年末、松下本社で幸之助、松下、ソニー、ビクター各社社員ら出席し、 両者のビデオデッキを見比べる会議、直接対決が開かれた。その席でコウノスケは、ベータは100点、満点、しかし VHS は150点。部品点数が少ないので、VHS は安く作ることができ、後発組に有利と見解を示した。通称産業省が、企画分裂に対し難色を示していたこともあり、新企画での企画統一も提案したが両者とも、 次規格を引っ込める気がないために、幻となり、松下は、VHS 方式への参加を決めた。孔之助が VHS を選んだ決め手になったのは、前述に挙げた理由の他に、VHS デッキの方が軽かったこともあった。ベータだと販売店の配送を待たなければならないが、VHS はギリギリ持ち帰れる重さで、購入者が自分で自宅に持ち帰りすぐ見られるといった、孔之助らしい基準だった。 1977年、昭和52年には松下電気産業が普及型の VHS ビデオデッキ、マックロードを発売し、VHS ヒットのきっかけにもなった。長時間録画のユーザーのニーズにも応えるため1977年、昭和52年に、米国市場向けの2倍モード、LP が1979年、昭和54年に3倍モード。 EP が開発され幅広い機種に搭載された。また、企画外ではあるが標準モードで2つの番組を同時に録画できる機種も存在しており、VTR 普及機にはメーカーから様々な提案がなされた。その後、5倍モードも開発され一部の機種に搭載されている。1972年に松下電機のビデオ事業部長になった谷井明夫元社長によると、 VHS 普及の最大の山場は1977年2月の RCA との提携だった。条件がついて8月の出荷までに録音時間を2倍の4時間にすることも求められた。村瀬通りさん、元松下電機副社長などの技術陣が達成した。当初、VHS の音声トラックはテープの隅に固定ヘッドでモノラル録音するものだったが、その幅は コンパクトカセットより狭く、テープスピードも1、2以下だった。3倍モードでは、テープスピードが、標準モードの1、3になり、S、N 比の劣化、ヒスノイズの増加及びワウフラッターの増加によりさらに、音質が悪化。上位機種では、音声トラックをステレオ化していたこともあり、各メーカーでは少しでも高音質化すべく、ドルビーノイズリダクションシステム、ドルビー B、 DBX などの音声信号の圧縮伸長処理技術を採用していたが SN 比の劣化に対しては若干の改善が見られたもののアウフラッターには対応できなかった。現在、その時代のノーマル固定ヘッドでステレオ再生可能なデッキを持っていないとノーマル音声でステレオ録音された VHS テープをステレオで聞くことは当然だが不可能である。さらに問題なのが ノーマル音声トラックに2カ国語の用画を録画した場合であり聞くに耐えることは難しいこととなる。当然のことながらスピーカーの左右バランスを調整しようが解決することは元では全く不可能である。1983年昭和58年4月にソニーがステレオハイファイ音声記録方式ベータハイファイを採用した SLHF77 家庭用1 2インチビデオとしては世界で初めて発売したのに対抗し、同年5月には松下電機が音声専用ヘッドを搭載し、自生体への新相対記録を使用した Hi-Fi ステレオオーディオ機能を追加した NV-800 を発売。この機能はベシ・ファイステレオ標準規格として採用され、同年秋にはビクターから初めて正式にベシ・ファイ規格に対応した。 HRD725 が発売されている。なお、この D725 などの機種には前述のノーマル音声方式での録載も可能で、ドルビー B にも対応していた。ダイナミックレンジは当初80デシベル以上、1986年、昭和61年以降の機種では90デシベル以上に上ぼした。周波数特性は20から20。 0 0ヘルツ。これに伴い、ノンハイファイのステレオ機器は1980年代には生産終了した。国内メーカーによるノンハイファイのモノラル VCR は、単体機は1990年代後に生産を終了。テレビデオはしばらくノンハイファイ機の生産が続いたが、2000年代初頭には終了した。1983年3月、谷井、高の RCA のジャック・ソーター副社長の三人の写真が、当時の世界最大の国際週刊誌、タイムの表紙を飾った。1992年に、高野静夫が68歳で死去した時、普及台数は3.7億台であった。2008年、平成20年に、初代 VHS デッキ h r 3 3 0 0が、国立科学博物館の定めた重要科学技術誌、 資料、通称、未来技術遺産の、大00205に登録された。2016年、平成28年、最後の生産メーカーだった船井電機、日本国内では、DX ブロデテックブランドとして展開が7月末日をもって、VHS ビデオテープレコーダーの生産を終了し、これをもって、VHS ビデオレコーダーの生産がすべて終了となり、明日ともに、 VHS 企画の誕生から40年の歴史に幕を閉じることとなった。しかし、VHS テープに関しては、デッキの生産終了後も、複数メーカーが引き続き生産、販売している。店頭での取り扱いはなく、メーカー取り寄せになるものの購入できる。1975年、昭和50年に、ソニーが開発、発売した、家庭用ビデオベータマックスの対抗企画として、 脚光を浴びた。約10年間も続いた、企画争いを制して生き残った。その要因としてはいくつかある。などが挙げられる。21世紀に入ると、DVD やハードディスクレコーダーパソコンの普及、高精細テレビ放送やブルー、レイディスクの登場、多くの国でのデジタルテレビ放送の開始といった、デジタル時代、ハイビジョン代の中で、それに対応できない VHS カセットや、 VHS 単体機は次第に売れなくなっていった。デジタルレコーダーとの複合機も過去のライブラリーをデジタル化することに重点が移り、テレビ番組の録画ができないタイプのものが増えた。ビデオ判定にも用いられたこともあったが、水平解像度が240本とアナログテレビ放送の330本により低いことから正確な判定ができないケースも見受けられた。 こうした状況も重なり、日本ビクターは2007年、平成19年5月30日、経営不振による事業再検索として、VHS ビデオ事業からの撤退、生産を発表した。2008年、平成20年1月15日に、SVHS 単体機を全機種生産終了したと発表し、同年10月27日には、VHS 方式単体機の生産を終了した。 ビクターの撤退により、日本国内メーカーの VHS ビデオ単体機の製造は、船内電機以下、船井のみとなったが、やがて船井も完全撤退した。以降は D D、DVD HD、HDD などの複合機として展開されていたが、大幅に縮小された。各社は、テレビの完全デジタル化を睨み、販売の主力を、HDD 併用のブルーレイレコーダーに移しており、 商品ラインナップは縮小の一途をたどっている。これに合わせ録画用テープから撤退する事業者も相次いでおり、有力メーカーとしては製造を続けている SVHS 用テープはすでに販売終了となってり、2014年12月末で日立マクセル、現、マクセルも生産終了。2015年2月には TDK、イメーションの TDK ブランドも生産終了となり、 2015年6月には、録画用テープの在庫切れが目立ってた。最近まで、VHS 一体型の DVD レコーダー内し、BD レコーダーが製造されていたが、各社とも2011年末までに生産完了となった。2012年2月10日、パナソニックが、VHS デッキの日本国内向け生産2011年限りで、完全終了した、胸を公式発表した。 2016年4月現在の時点で新品で流通していた VHS デッキ、録画再生機、再生専用機は下記の通り。VHS が普及するにつれ量産効果が上がり、テープ価格が大幅に値段を下げた。オープンリールを多用していたコンピュータ業界は、テープの安さからデータカートリッジとしての利用を推し進めた。富士通などは、 大型コンピュータの補助記憶装置として用い、数百本の VHS テープを筐体内ラックに収め、コンピューター制御によりジュークボックスさながらのオートローディングを行わせ、大型ジディスク装置のバックアップ装置として活用した。この際使用したテープは市販のビデオ用テープと同じ、規格のものを使用した。1991年、平成3年、米アリシス社が S。 VHS テープに8トラックのデジタル録音を可能にした MTR、アドット、アリシス、デジタルオーディオテープを発売。機器ばかりでなく、メディアも安価、かつ16台までの同期動作も可能ということで、中小のスタジオやホームスタジオで急速に広まった。いくつかのメーカーから互換機も発売されるなど、この企画は一定の普及を見、ADOT、a d ットとして、 ハイ8テープに同様の録音ができる、ティアック社の DTRS 規格と共に、ユーザーの根強い指示を得ている。初期の機種ではデジタルが故に事前にフォーマット作業が必要だった、後に録音と同時フォーマットが可能になる。120分の録画テープに対し、約41分の録音が可能。デジタル記録はヘッドとの物理的接触などによる損耗に弱いため、 ベースフィルムを強化したアドットロゴ入りの推奨 S、VHS テープも存在する。当初のタイプ E フォーマットでは、サンプリングレートは 44.1kHz や 48kHz、サンプリングビット16ビッツであったが、後のタイプ E フォーマットで24ビッツにも対応した。さらに、1チャンネルにつき、通常の2トラック分を使って 96kHz の記録、伝送を実現する S。 マックスという規格もある。一方、デジタル入出力インターフェースは、これも普及している、角型オプティカル、トスリンクのジャックとケーブルを用いて、8チャンネルまでの同時連想が可能なものを搭載していた、アダプテクルインターフェース。こちらも後に、レコーディング機器のデジタル入出力用として、一定の地位を築いた。もちろん、民生機で広く普及している。 デジタル音声インターフェースである s p リフ f とは論理フォーマット上の互換性はない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。